ピンピー。というわけで今日は虫を食べていこうと思います。お兄ちゃんNG ないって言ったけど、 YouTuber がやってるような虫を食べることやるよって言ったけど、マジかよこれ食べれる虫シリーズ、コオロギと多分なんか芋虫ですね、とこれですよ、サソリ。まあね、もうつべこ言わずさっさと開けて食べていこうと思います。で、じゃあまずこっちから。芋けんさんはこう見えて虫は嫌いです。全く触られへんってわけじゃないけど、でもそんなにやっぱ好きじゃないよ。キモ、うわよ、ちゃんと見たらキモ。じゃあちょっと開けて、うわ気持ち悪い、やっぱキモ、やっぱキモ。いやあんまりね、そんなことも言ってられへんから出していきます。よいしょ。まあ見えひんかったな。うわでもやっぱ嫌、やっぱ嫌、キモキモキモ。いきまーす。あ、なんかここだけ見たらすっごい地獄絵図やねんけど、わかるこれ、ちょっと画面に見えるかな。遠目で見たらそんなキモくないかな。いやキモいな。じゃあ食べる、食べていく、食べていきますか。えでもね、正直ね、芋けんぴさんはこういうの必勝法を知ってて、食べるときにこうやってまじまじと見ながら食べるからうえってなるね。じゃなくて、遠くを見ながらありがとうございますって思いながら、これもね命をいただいてるわけやから、ちゃんと命をいただくという意味で、いただきますをしてから食べていこうと思います。いただきます。はじめはじゃあ、まあ、まだ見た目も可愛い、これからいきます。いやでもいざ食べるってやったらドキドキするな、というわけでいただきます。まずちっちゃいのポテチの焦げたとこ、めちゃめちゃ完璧に揚がってる感じだから、ポテチのちょっと焦げたとこっぽい。結構食べれるかも。さあ続いてはこいつですよ、コオロギくん。さっきのやつがね結構ポテチっぽかったから、多分こっちも味は変わらないんじゃないかなって思います。じゃあいただきます。強いて言うなら頭のところと顔のところやったら、顔のところの方が硬い。ほんまにポテチの端っこただただポテチの端っこ。いやーでもな、このな、コオロギだけが食べるのがな、どっちコオロギ苦手やね。でもね、これも言ってたものやから美味しく食べるのが人としての筋やと思うんで、いただきます。ん？え？美味しいかも。もしかしたらミルクワームより食べやすいかも。結構いける、食べれる。じゃあ次はね、サソリを食べていこうと思います。え、サソリってさ食べれんのか、サソリって毒あるんじゃねっていう。サソリです。サソリじゃあ開けて広げていきます。まで見ると結構裏側はねふわふわした毛みたいなのがついてますね。あと結構ゴツゴツしてるかも。あとね、まあ、これ目なんか分からへんけど顔はこんな感じ。ちょっといきなりこれから食べ始めるのはちょっと心に余裕がないので、ちっちゃい方の毛から食べていきます。いただきます。お味はどうでしょう。苦い、苦いなこれ。結構焦げの味がします。カッカ、奥聞こえる、カッカい、だいぶ硬いなんなんやろうねこの苦味は。
中が結構なんかね、にっかにっか、うわっ苦っ、めっちゃ苦っ。この苦味をなんて例えたらいいかわからへんねんけど、サソリごちそうさまでした。焼肉の方が美味しい結論から言うと、でもなんかある意味この企画やりたくなかったんですけど、私はやりたくなかったんですけど、命をいただいてるっていう意味でありがたいというか、本当に命をねいただいてるっていう、ありがたさとともに、なんか食べることのない、普通に生きてたら食べることのない食材たちやったし、なんかこれってこういう味なんやっていうのを新しく知れたっていうのが学びの一つだなって思います。というわけで、イモケンピ人生初昆虫ミックスをサソリを食べてみたでした。頑張って食べたから頑張ったねってコメントと、自分も食べてみたいって思った方がいらっしゃればぜひ食べてみてください。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。サツケンピー。愛して行こう。なんか今ふわって匂いした。なんか土の匂いがした。